が Adobe Pro デビューするから5分ぐらい付き合ってヤシモト坂46の、リモートトーク会チェキ会の合間なんですけど、ちょっとお時間がありますので、シュンピーに Adobe Premiere Pro を教えてもらおうと。でも編集する動画がないということで、素材を作るためにこれ撮ってます。正直はい、ということで、ヤシモト坂46でも一緒の榊原哲司と、はい、シュンシュンクリニック P です。お願いします。はい、ここからはフリートークとなっておりますので、日向が編集できるようにしてください。なんか私だけ前です。なんか恥ずかしい。リーダー喋りにくいねんけど、こう逆に奥に行っていいかな。ひ的に、ひ的にね、し的にどう。いや、彼女ってこと。いや、でも手的にも、手的にも、ひなたのひ、そうそうそう、ひっしー、違います。吉本坂46、公認について。あ、いいじゃないですか、喋りましょう。冬眠について喋るのか、オミクロン株か。いや、その話題の2つ。超よも激よもやねんけど。楽しかったですね、吉本坂。言うてだって、あと1ヶ月切ってるわけでしょ。いや、そう。早いよね。で、オミクロンの話に持っていけるか。今日ほんまトーク会やったけどさ、その遠方の人も会えるからさ、めっちゃ久しぶりの人とかおらんのかな。なんか吉本坂でしか会えないファンの人というか。ね、ありがとう。2年ぶり。あれ、前のオンライントーク会っていつぐらいでしたっけ。もう1年以上前。1年以上前ちゃうくらいに会う人がめちゃくちゃいて、うん、そうね。だから20歳ぐらいの人がもう22歳、23歳とか。そうね、そらそうやろ。なんか高校生やった子がとか言ったけど、大学生になったとか、うん、20歳ぐらいの子が22、あんま変わらない。大学2年生ぐらいの人が大学生、うん、そらそうやろ。最近社会になれましたみたいな。そらそうやろ。そう、なんか最近、彼氏どう、元気してるとかさ、聞こえてきてさ。そんな市場まで俊敏に教えてんねやと思って。そうそうそう、彼氏がニートだから、うん、っていう話をしてたから、ちゃんと仕事の。え、どんなの。すごい頑張ってんな、親と思われてんの。親と思われてるかもしれない。顔細や。誰が顔細や。強っ、ツッコミ。ツッコミ強っ。細くしたのか。助かるわ。細くしてくれんの。助かるよな、それはな。全員俺ぐらいに細くしたのか。細長くしたのか。細長く。どうでもいいんですよ、この話。え、まあでも新しい、ね、曲が出るわけですから。そうですよ。レコーディングもさせて、笑ってさよなら、リリース、1月にリリースするよね、音、なんかその音源だけ。ああ、ブスクの方とか。そうそうそう。あとコンサートもチケット発売、一般発売もしてるって。なので皆さん、コンサート遊びに来てください。ペンライトの色とかあるんですか、お二人は。レッドはレッドで、なんかみんな赤にしてる。ああ、そうか。いや、そう、それもあるけど、なんか個人の色があるんです。で、だからメンバーが多いから、日本で、この色とこの色のペやつだ。で、私はその黄色と赤でピザって覚えてもらって、ピザみたいな色やったら私。パプリカでよくなかった。ああ、おしゃれだね。おしゃれ。シュンピはじゃあ何色。僕はでも白と赤で白衣トーチ。え、青とか緑想像してたけど、黄緑とか。赤十字みたいな。赤十字から。赤十字から。紅白とかで覚えるけど。で、鉄はそういうのないんやな。で、知らんかった、マジで。何色っぽいかな、まあ、でも赤も入ってそう。青とかじゃない。青、赤と青。これかあれか、あのカジキイエローだから。イエロー、赤と黄色。うちで一緒でいいか、じゃあ。なんか、あ、いっぱいおるってなるしな、私も。じゃあ赤と黄色で。赤と黄色でよろしくお願いします。嬉しいです。あ、いい感じのおしゃくになりましたね。それも正直言う。今からそれ編集すんの。そうやな、編集したら5分切っちゃうかも。じゃあ最後、吉本坂当人に向けて、はい、率直な気持ちを一人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 。寂しいですね、言ったら仕事が一つなくなるので。仕事、まあまあまあ、はい、寂しい。みんなと会えなくなるのが寂しいですね。まあ同じ事務所ですけど、うん、そうですね。でも正直、こういうところに来て、うん、皆さんにチヤホヤされるっていうことがなくなってしまうので。確かに。やっぱり、吉本坂46の活動の時は、はい、自分のことを夜遊びだと思って活動してたので。どう思ってんの。ちょっとそれがなくなるのが。デビューしたての頃、夜遊びさん知ってた。それがなくなるのがすごく寂しい。じゃあ、鉄はちょっと英語でいいかな。俺、英語でいく。 I think we just dance
our first single, Kimi no Kuchibiru o Hanasanai, the full version, we just only did once. So the last live, we're going to be the second time. So we're going to be more perfect, and we have to make more good performance, and we have to do the motivate with our intentions. And I really want to come everybody in Japan. And I thought there's a streaming, so you can see in your iPhone or like a computer or like a TV. So please enjoy in your home and the life in the place, the ZEP Haneda. Mm-hmm. So we'll be waiting for you to come here. なるほど。だから、お餅が美味しい。あ、言ってない、やっぱり。お餅美味しい。お餅って美味しいよね。かかりますね、お餅美味しいって英語で。思ってました。はい、お餅。さあ、日向編集頑張って、吉本坂最後まで駆け抜けて、みんな大好きと思ったあなたは、グッドボタン、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、日向 TV でした。バイバイ。よし。